百物語。それは古く江戸時代から商人の間で流行した怪談会。黄昏時から百本のろうそくを灯し、怪談を一つ終えるごとにろうそくの火を一つずつ消していく。そして丑三つ時、最後のろうそくが消える頃、真の闇が舞い降りる。現在ではその時に本物の怪異現象が起こると伝えられている禁断の奨励法である。これから一体何が起きるのか、それを知る人はあなたかもしれない。